さて、どうするかな。どうした？は？何やら落ち着かないようだが、どうかしたのか？それがしが、ですか？そのようなことは。自分では気づいてないのか？さっきからそわそわして、遠からしくもないぞ。まあ、トーカがそういうのなら、そういうことにしておこう。あの…ん？いえ、何でもありませぬ。そうか。正常。したのですか。本当に何か言いたいことがあるんじゃないのか。悩み事があるのなら相談に乗るぞ。それは。それは。いえ、その。私では役に立たないか。そのようなことは。いえ、悩みなどそれがしには。何か言ったか。いえ、別に。何か言ったぞ。何でもありませぬ。なぜだか、いきなり不機嫌になったか。よほどの悩みを抱えているのか。もし私に話しにくいことなら、ウルトに話してみるといい。あれなら、親身に相談に乗ってくれるはずだ。もう遅い。お前も休め。ですが、そんな状態ではおそば好きなど務まらん。いいから休め。はい。さて、どうするかな。とうか、これから出かけるのか。これは正常。この間良い釣り場を見つけたのですよ。食いつきも形も上々でして、晴れだけの釣り場はなかなかないでしょうね。お、そうだ、よろしければご一緒にいかがですか。私もか。はい、ご迷惑でなければぜひ。その誘いは嬉しいが、そっちこそ迷惑じゃないか。迷惑だなんてとんでもありませぬ。釣りは一人でも楽しいものですが、二人でするのも別の楽しさがありますから。そうか、それなら連れて行ってもらおうかな。はい、ではご一緒に。あ、お出かけですか。はい、これです。そうだ、ヘルル殿、今夜の献立はもうお決まりになられましたか。今夜のですか。まだこれといって。でしたら魚はどうですか。ああ、それはいいな。たくさん釣ってくるから用意をしておいてくれ。いいんですか、そんなこと言っちゃっても。なんだ、坊主だった時のことを言ってるのか。だってあのみんながもしおかずがないなんて分かったらどうなるかと思って、それを言われると飯の時間がまるで戦場のように引き迫るものがあるからな。まあ大丈夫だ。そこまで言うのなら。なんだ、その顔は信じてないな。いえ、そんなこと。それでは行ってらっしゃいませ。はい、それでは。
釣り場を抜きにしても良いところだな、ここは。そう言っていただけるとご案内した甲斐があります。実は少し不安でした。それがしはここが気に入っているのですが、正常にも気に入っていただけるか分かりませんでしたので。ここなら十分すぎるくらいだ。たまにはこんな風にのんびりするのもいいもんだな。日差しは柔らかく、時折心地よい風が吹いてくる。しかしいい天気だな。こんなにのどかだと。こう、こう、正常、引いておりますよ。おっとと、ああバラしたか。もしかしてお疲れなのでは。いや、ただこの陽気に誘われてね。申し訳ありません、お疲れになられているのに。言っただろう、たまにはこんなのも良いものだと。どうかには感謝している。正常ん、どうか。鮮やかな竿さばきだな。釣りが好きというだけあってうまいものだ。しかも釣れたのはなかなか良い形をしている。うん、今のがどうかしたのか。いえ、あの魚にしては小ぶりだったものですから、もう少し大きいのが一番美味しいのですよ。さすが釣り慣れているだけあって言うことが違う。普通ならあれだけのを釣り上げたら喜びそうなものだがな。正常、おっと、今度こそ。そら、なんだこの魚は。魚にしては手と足が生えてる。しかも不気味に鳴いてる。すごい大物じゃないですか。すごいって、確かにすごいが、それはめったに釣れないんですよ。それがしだってまだ釣ったことがないんですから。ああ、ここが縄張りだと知っていたら。それがしが、しかしこんなのが釣れてもな。何をおっしゃられますか、こんなごちそうを。ごち、これを食うのか、というか食えるのか。はい、なかなかの珍味ですよ。そうか。さて、こんなところですか。そうだな、結構大量だった。これだけ釣れば十分だろう。よっ、こいつは。どうなさい、今。しまった、それがしとしたことが。修繕をした時に穴を塞ぎ忘れておりました。
うする。エルリューにお身を切っておいて。さてどうするかな。それでは私はこれで。付き合っていただいて助かりました。エルルとウルドが一緒に歩いてくる。ちょうど外から戻ってきたみたいだな。はい、それでは。そして動くたびに揺れ動くと、いかんいかん。しかし男はもとより、たとえ女だとしても、あれを見てその存在を無視しろというのは無理というものだぞ。ん？なんだ？ゆずはちゃんのお散歩ですか？はい、今日は日差しが柔らかですので散歩にお誘いしたのです。どうか様にはとても感謝してます。感謝などと、そんな礼など不要です。それがしがしたくてしていることですから。それにどうか様はとてもいい香りがしていい気分です。そうでしょうか。それがしにはよくわかりませんが。あのエルル殿。あ、はい。先ほどからそれがしの顔に何か。いえ、なんでもないです。そうですか。これから異国のお話を聞かせてもらうの、エルル様も一緒にどうですか？ああ、そうそう、エルル殿もご一緒にいかがです？まだ用事があってごめんなさい。そうですか、残念です。ではそれがしたちはこれで。はい、それでは。さっきから何をしてるんだ？エルル、どうしまして？あ、そんな大きなため息をついて。いえ、なんでもないんです。そう？それならいいのだけれど、ちょっと元気なさそうに見えたから。エルル？いえ、一つ聞いてもいいですか？ええ、何かしら。カルラさんってとっても綺麗な体つきしてますけど、何か特別なこととかしてるんですか？褒めてくれるのは嬉しいけど、別に何もしてませんわよ。好きな時に飲んで、好きなだけダミンをむさぼってるだけですわ。はあ、エルルが羨ましいですわ。え？ギリヤギナのものはね、どんなにしても体型を変えることができないから、戦に適した体から逃れられませんの。女性としての膨らみを帯びていても、どことなく筋張って硬いですしね。だからエルルの女の子の柔らかさは羨ましい。それではもう行きますわね。はい。でも、
なんとなくだが、分かってきた。エルル。ひゃっ！どうした？元気がないようだが。あ、いえ、別に。気にするな。と言っても、気にする年頃なんだろうな。それとも、女性というのが、そういうものなのか、仕方ない。こういうことを口にするのは、あまり好きではないが、私は、ふさふさしていい匂いのするその黒髪が好きなんだから。え？優しげな、愛らしい瞳も、みずみずしい肌も、この手だって、働き者の綺麗な手をしている。見てたんですか？は？今までの、ずっと見てたんですか？いや、その、とにかくだ。人は人。エルルはエルルだ。エルルにはエルルにしかない魅力がある。だから、もっと自分に自信をだな。はい。ふう。おじさまー！ん？なんだ？神の走り方。前に腕を組んだまま走ったりして。神、腕を組んだままでどうかしたのか？ああ、これ？最近また走ったりすると揺れて痛くなるから。痛いのは大きくなってるからだってお姉様が言ってたけど。まだ大きく？はにゃ。あるちゃんってば。いいな。大きい。そうかな。普通だと思うけど。あるちゃんだってもう少ししたら大きくなるよ。うん。なに？マリー。うわっ！さて、今日はどうするかな。お父さん。アルルか。どうした？みんなに挨拶。挨拶？あちゃから。復讐のお菓子ガチャタラ、お父さんに復讐するって言ってる。言葉が理解できるのか。賢いとは聞いていたが、これほどとは。なかなか可愛いやつじゃないか。なんだ、あんなところで不機嫌そうに。アルル、あれは何してるんだ。待ってるって言ったのについてくる。ヒュー。
焼き餅を焼いているというわけか。みんなにも挨拶してくる。ああ。ムティカバとしての威厳もへったくれもないな、あれは。さて、今日はどうするかな。聖女、カルラウアトレーのオーロを名乗る者が物資援助の礼に参ったと目通り願い出ております。お目見えの刻は過ぎておりましたので、後日出直すように申し上げたのですが、オーロの来訪を足げにするのがこの国の礼儀かと申され、場を離れようといたしません。カルラウアトレイのオーロ、そうか、デリホーライが来たか。いかがなさいますか。すぐに会おう。聴導へ通しておいてくれ。御心のままに。遅い、いつまで待たせるつもりだ。デリホーライ様、お礼に参ったというのにそのようなこと。オーロが訪ねてきたのだ。それ相応の礼儀を払うが当然。違うか。それはそうかもしれませんが、でしたらせめて感謝を込めませんと。なぜ頭を下げる必要がある。礼は言おう。だがオーロを名乗るからには常に他のオーロとは対等の立場でなければならん。それが崩れる時、その時俺はオーロではなくなる。違うか。それは鼻っ柱が強いのは相変わらずだな。何？貴様、なぜここに。白オロご出座である。白オロ、貴様がトゥスクルのオーロ。白オロ。さて、貴公とは初対面のはずだが。ああ、そうだったな。初にお目にかかる。俺の名はデリホーライ。秘宝による数々の加勢によりついに恩敵をほふることができた。ここにその感謝の意を示したく参上した。全ての民に代わり、この通り御礼申し上げる。デリホーライ様。礼はいらん。実際私はお前たちを見捨てるつもりだった。だがある女に頼まれた。礼もすでに、そう、いやそれ以上の代償を受け取っている。それは、いや、そのものは、そのものは元気であるか。ああ、元気すぎて困るくらいにな。どうなされた。いや、何でもない。何でも。こんなところにいたのか。随分と探したぞ。本当に会わなくてもよかったんだな。さすがに答えたか。口では何と言ってもやはり辛いのだろうな。元気がないのも無理はない。しばらくはそっとしておいてやるか。いきなり裾をつかむな。危うく脳天から落下するところだったぞ。どこへ行くつもりですの。どこへも何も、しばらくそっとしておいてやろうとだな。相変わらずこういうことには疎いのですわね。全然答えていない。心配した私がバカだった。こんな時殿方は黙って隣にいてくれればいいのですわ。隣にね。
これでいいのか。背中から包むように抱いてくれるとさらによしですわ。そこまでは勘弁してくれ。昔ね。ん？これは昔の話。とあるところにとても大きな国がありましたわ。それまでにないほどの富と権力によって栄え、屈強な戦闘部族が数多くの部族を従えた大きな国が、それを滑るは類いない強さを誇った部族の中でもさらに類いなく強い男、その男には二人の子がいましたわ。外の世界を何も知らない無垢な少女と、まだちっちゃなちっちゃなとても可愛い男の子。その男の子はものすごいお姉ちゃん子で、どこへ行くにも姉さま姉さまと後をついてきて、女の子もその子が可愛かったからつい可愛がりすぎて、そしたらますます甘えん坊になって、ずっと続くかと思われた日々、何も知らなかった楽しかった日々、英語と思われた映画でも、形あるものはいつか滅びるのが定め、その国も例外なく滅びの道を歩んでいきましたわ。おごり高ぶったために心を知らず、知ろうともしなかったために、それまで蔑み花にもかけなかった仮想部族の反乱によって、そして国は滅び、その兄弟は離れ離れとなり、その後二度と会うことはありませんでした。おしまい。本当にそれでいいのか。昔話というのはめでたしめでたしで終わるものだ。前にも言ったが、一緒に行ってもいいんだぞ。ただ一人の肉親ならなおのこと。主様は何か勘違いしてますわ。勘違い？今のは昔々の物語、私とは何の関係もありませんもの。そして私はカルラ、主様のあなた様だけのもの、それ以外の何者でもありませんわ。しかし二度も言わせないでくださいな。カルラウ・アトレイという名の女はもうツァタリルには存在しませんの。カルラ、後悔しないか。カルラ、カムラ、いきなり。エルルーとは違いますわ。次に同じことを言いましたら食いちぎりますわよ。ああ、すまなかったな。微笑んではいるが、あの目は本気だ。主様。ん？なんでもありませんわ。カルラ。サハリエ・ナトゥリタ。サハ。何か言ったか？なんでもありませんわ。さて、どうするかな。白愚様、外へ出られるのですか？ああ、もしよかったら。はい、ご一緒させていただきます。いつ来てもここは良いところです。生命の輝き、人々の活気に満ち溢れています。そうだな、ここが都の中心といっても過言ではないからな。しかし来るたびに賑やかになっているような。ああ、はい、もしやあなた様はウルトリー様では。はい、私に何かご用でしょうか。どうかどうかこの子にウィタルネ・ミテアの見印を授けてやっていただけませんか。まあ、かわいい。
わかりました。それではダヤーナ、カルナー、ミーナ、ハルナヤ、フトゥム、ムー、オンカミ、ミツァルネミテア。オンカミ、ミツァルネミテア。待て、ウルト。はい。その子の母親はどこだ。結局母親は見つかりませんの？ああ、今も探させてはいるんだが、顔もわからないとなると見つけるのは難しいかもしれない。手がかりは一緒にあったこの書き置きか。これですか？これ読んでみてもいいですか？ああ。この子の名はフミリルと申します。愛し子を捨てるこの罪、生涯かけて償いいたします。これって、何卒この子をお願いします。これ落ちた、綺麗な石。これはちょっといいかしら。アムルですわね。アムル？なぜそんなものが。この子、いわくありげのようですわね。ですが、愛する子を捨てるということは、どんな事情でも許されることではありません。どんなに悲しくて、おつらい理由があったとしても。そうね。苦手ですもの。神も赤ちゃんなんて初めてだし。ブルブルブル。私のでは出ないのです。あ、カルラなら出るかもしれません。出ませんわよ。どうぞ、これを。これはネウの乳とモロロの煮汁を混ぜたものです。それをこうして布に含ませて、それをしゃぶらせてあげるんです。来てもらった方がいいと思います。それで飲み終わったら、こうして背中を優しく叩いて
ゲップさせて。それとおしめが湿ってますから変えますね。はい、できました。へえ、手慣れてますわね。ちっちゃな頃アルルーの世話とかしてましたし、他の子の面倒を見るのは当たり前でしたから。私ダメですね。え、こんな時に何もできないなんて。なのに自分ではできるつもりになっていて、こんな上辺だけでうぬぼれていたなんて恥ずかしい限りです。そんなことないです。私はただそういった経験があっただけで。エルル様、お願いがあります。あ、はい。この子のお母様が見つかるまでこの子は私がお世話します。ですから子育ての仕方をいろいろと教えてもらえませんか。ウルトリー様。はい、私でよろしければ。ありがとうございます。無邪気なものですわ。お腹いっぱいになって眠くなったのかしらね。かわいい寝顔。はい。会話の中に入れない。なんだか蚊帳の外の気分だ。さてどうするかな。トーカ、入るぞ。どうぞ。人形みたいだが。随分と大切にしているみたいだな。このことは幼い頃からずっと一緒だったのですよ。ずっと一緒に遊んで、この年になってもどうしても手放せなくて、里を出るとき持ってきてしまったんです。さすがに人形遊びをする年ではありませんが、たまにきれいにしてあげるととても心が和みます。優しい目をしている。愛し子を撫でているような、そんな目だ。これでよし。いい顔になったな。正常、いつからそこに。ん、何を言ってる。いつからも何も、さっきから話をしていただろう。ま、上の空で話していたのか。我が主を御前にして、それがしとしたことが何たる不覚。気にするな、誰にでもそんな時はある。ですが、気真面目というか、敵対していたという負い目もあるんだろうが、もう少し肩の力を抜いてもいいと思うが。それより喉が渇いた。茶を一杯くれないか。はっ、しばらく、今しばらくお待ちを。やれやれ。だがその誠実さが十日の良いところだしな。これは十日が大切にしている人形か。どれ。お、よくできてるな。あちこちの関節が動くようになって、手首の関節まで動くのか。これで人形遊びと言ってたな。こんにちは、僕タクオロくん。変形合体なんて。首が。いかんぞ。いや、落ち着け。これはただ外れただけで、こうしてつなげればまた元通りに。元通りに。ああ。このことは幼い頃からずっと一緒だったのですよ。いかんですよ。
とにかく元に戻さなければ。こうなったら無理にでも押し込んで、これでどうだ。気のせいか、胴体が効果が戻ってくるまであと少し。こうなったら、こうなったら三河が確かここにあった。これで接着合体退却。トーカは間に合ったか。とにかく私は最善を尽くしたはずだと思う。これでよし。何がいいんだ。うわっ、おぼろか、脅かすな。別に脅かしたつもりはないんだが、兄者がすごい勢いで走ってくから何かと思ってな。どうかしたか。どうもしない。そんな感じじゃなかったが。どうもしないのだ。お、まあ兄者がそう言うなら。お、この人形、うん、懐かしいな。ガキの頃よく遊んだっけ。どれどれ。ま、待て。なんだ、取れたぞ。お待たせを、いや、それはだな。ああ悪い。くけいえ、なんでもないです。どうぞ、お疲れ様です。うん、ありがとう。ところで、オボロの具合はどうだ。え、ああ、時々うなされてるみたいですけど、あとは別に。でも、顔をあんなに腫らして何があったんですか。それは、そう、名誉の負傷ね。はい、名誉の負傷。ほう、あ、そうだ、トーカさんのことなんですけど、なんか最近元気がないみたいなんです。何か知ってますか。ハクオロさん、名誉の負傷だ。はい、しかし参ったな。人形一つであんなに気落ちするとは。そして時折夜中に聞こえてくるすすり泣く声だ。まるで呪詛のように聞こえる。あのままではさすがに寝覚めが悪すぎる。トーカ、少しいいか。トーカいないのか。なんだ、いるなら返事ぐらい。トーカ、トーカ、あ、申し訳ありません。つい、あれからずっとこんな調子だからな。まあいい。それよりトーカ、これから少し外へ出るんだが、その友を頼めるか。それがしに。嫌なら別に構わんが。めっそうもありませぬ。このトーカ、喜んで友をさせていただきまする。
ここは。その、だな。この間、大切にしていた人形を壊してしまっただろう。ここは人形を売るだけでなく、修繕なども手掛けててな。その腕前はかなりのものだと聞く。それで一度見てもらったらと思ってな。そんな、それがしなどのためにもったいない。そのお気持ちは大変嬉しく感謝いたしまする。ですが、これまでにもいろいろと尋ねて回ったのですが、どこもこれを直すのは無理だと。わしをそこらの三流と一緒にするなよ。あ、人形師のタラチ殿だ。頑固で偏屈者だが、人形師としての腕は確かだ。頑固で偏屈者は余計だわい。それにまだ引き受けるとは言うとらん。大切な人形というからわざわざこんな遠くにまで来てやったんだ。もしわしの目にかなわなければこの話はなかったことにしてもらうからな。俺、さっさと見せんかい。どうか。はい。もしかしてそれがしの人形のためにわざわざこの御仁を。荒削りな人形だ。だが丹精を尽くして作られている。それに可愛がってもらっていたようだな。2000は2000だ。それ以上はわからん。な、なんで、あんたにとってこいつへの思いはその程度のものか。嫌ならやめな。こっちは遊びじゃねえ。真剣勝負なんだよ。しかし2000、これでいいな。聖女、そんな。構わん。お前のためならこの程度安いものだ。聖女。確かに預かったぜ。ありがとうございます。このご恩、このご恩決して忘れませぬ。いや、大したことではない。そんなことはありませぬ。それがし、聖女と主従の誓いを交わしたこと、心から誇りに思いまする。今さら私が壊したなどと言えん。一刻ほどしたら取りに来な。それまでに終わらせといてやる。いや、そのくらいなら待たせてもらおう。それでいいか。はい。勝手にしな。もうそろそろ。どうかはそわそわとして落ち着かないみたいだな。そら、待たせたな。久々にいい仕事をさせてもらった。せいぜい可愛がってやんな。はい、ありがとうございました。よかったな、元に戻って。はい。経緯はどうあれ、ここまで喜ばれると悪い気はしないな。らっしゃい、らっしゃい。できたてだよ。どうだ、何かつまんでいくか。そうですね。それでしたら人形のお礼にそれがしが買ってまいります。しばしお待ちを。どう、結構混んできたみたいだな。効果は大丈夫か。お、いた。どうしたんだ。自分の体をまさぐっている。どうも財布を探しているようだ。まだ見当たらないらしい。人形を横の荷台に置いてまで探している。やっと見つかったようだ。店主にお金を渡している。荷台がゆっくりと動き出したそう。さあ、どいたどいた。
さんのお通りだ。知ってるんだろうな。はやーこ、小四郎。あ？女が追いかけてきやす。走って。あだ。バカ野郎。人の足でこの早荷に追いつけるわけねえだろうが。こちとら大切な人預かってんだ。色ぼけしてねえで前見てやがれ。でも、あれ？まだ言いやがるか。ふざけるのも。どうぞ。うん、すまない。ところで、トウカの具合はどうだ？はい、時々うなされてるみたいですけど、今はよく寝ているみたいです。あんなに疲れ切って、一体何があったんですかね。さて、ああ、あれから人形を取り戻して帰ってきたのは翌朝だったからな。聖子に突き当てたって感じで、そのまま倒れて、一体どこまで追いかけていったんだか。あ、そうだ、街道にヌギソムカミが出るって噂、知ってますか？ヌギソムカミ？なんでもそれは女の人の姿をしていて、その足はオプタルよりも速く、キママウより身軽なんだそうです。それがすごい形相をして髪を振り乱し、リネボクシリから響くような声で、置いてけって言いながら追いかけてくるんです。逃げても逃げても追いかけてきて、だから言われた通りに荷物を捨てたそうですけど、どれを捨てても追いかけてくるのをやめなくて、ついには荷物を全部捨ててしまったそうなんですよ。でもでも、まだ追いかけてきて、ですから身を運んでいた人は叫んだんです。もう置いてくものなんかないって。そしたらお前の命を置いてけ。怖かったでしょ？いや、全然。そうですか。私が聞いたとき、すごく怖かったのに。それはエルルーが、そういった話をするのが下手だからだな。しかしそれ、本当の話なのか？ヌギソムカニ、眉唾物の話だが。本当ですってば。本当に追いかけられた人がいるんですから。だとしたら、そんなのからどうやって逃げられたんだ？それは、ちゃんと逃げられる方法があるんです。逃げられる方法？ますますうさんくさい話になってきたな。はい、人形を使うんです。人形？はい、
人形を捨てるとそれを人と勘違いして頭からバリバリと食べちゃうそうなんです。そうやって気を取られている間に逃げることができるそうですよ。その人たちも偶然荷車の隅に転がっていた人形で助かったって。人形？まさかな。さて、どうするかな。ん？エルルーとウルトリーが何かしてるな。そこを半分に折ってください。こうですか？はい、そうしたらもう2回巻いて。2回巻いて。なるほど、赤ちゃんのおしめを変えているのか。最後に留め具をして出来上がりです。こうですねできました。あ、白オロさん、あ、お腹が空いたのですね。待っててください、すぐにお乳をあげますから。ん？ウルト、少しやつれたように見えないか？それはきっと寝不足なんです。寝不足？赤ちゃんには昼も夜も関係なくて、寝ていてもすぐに泣き声で起こされるんです。ただでさえヨモルとして忙しいのに赤ちゃんの世話までして。そんなことをして体は持つのか？私もそれが心配で何度か交代しようとしたんですけど、大丈夫って。そうか。はい、お首を出しましょうね。あまり無茶をしなければいいが。やっぱりウルトリー様は素晴らしい方です。赤ちゃんの世話をするのってものすごく大変なんです。それを自分の子供のようにあんなに愛情を込めるなんて、そうできることではないのに。そうだな。でも。でもどうかしたのか？いえ、なんでもないです。それでは私はもう行きます。ああ、すまなかったな。あの、ん？ウルトリー様に、これ以上、あの子に。あの子に？やっぱり、何でもないです。エルル、今、何を言いかけたんだ？ほら、フミリル、お父様ですよ。ウルト。お父様、この子を抱いてあげてくださいませ。しかし私なんかが抱いたら泣きはしないか？大丈夫です。さあ。ああ、参ったら。赤ん坊の抱き方なんか知らないぞ。とにかく優しく、そっと。好きなのですね。そうか。やっぱりお父様だってわかるのですね。しかし可愛いものだな。子供ができたらこんな感じなのか。しましたか？あ、いや、今のは一体。さて、
どうするかな。あれ、おじさま。なんだ、出かけるところか。うん、今日はお天気もちょうどいいし、アルちゃんとユズッチで大通り遊びに行くんだ。大通りに？あんな人混みの中をユズハを連れ回して歩いても平気なのか？大丈夫だよ、ムックルに乗ってくから。ムックルにね。考えるな、大丈夫だ、大丈夫大丈夫大丈夫。そうだ、おじさまも一緒に行こうよ。いや、ウルトに相談したいことがあってな。神たちだけで楽しんでくるといい。そうなんだ、残念。それじゃあお姉さま呼んでくるね。お姉さま、おじさまが用事あるって。それじゃあ行ってくるね。気をつけてな。うん。無邪気で明るい子だ。ならば、あれは何だったんだ。夢などではないのなら、あれは一体。お待たせして申し訳ありません。ようこそおいでくださいました。すぐに茶の用意をいたしますので、どうぞ中へ。いや、気を使わないでくれ。ウルトには少し尋ねたいことがあってきたんだ。やはりここは神を一番よく知っている彼女に聞いてみた方がいいかもしれない。私にお答えできることでしたら何なりと。それでしたらなおのこと。立ち話もなんですから、どうぞ中へ。それでお尋ねのこととは。ああ、そのことなんだが。はい。いや、待てよ。まさか、あなたの妹は男の生き血をすすっていつに浸る思考があるのか、なんて直球ど真ん中の質問がな。ましてあんな出来事を話すというのも非常にまずいというか、後ろめたいというか。そのだな。何でしょうか。失礼なことを承知で尋ねるが、怒らないで聞いてくれ。あなたたち御神野竜の民は人の血を飲んだりするのか。血を？気に触ったら許してくれ。ただ少し気になってな。お気になさらないでください。血をですか。そんなことはいたしませんが。それがどうかなさいましたか。そうか。いや、何でもないんだ。変なことを聞いてすまなかった。やはり血を吸うなどということはなかったか。だとしたら、あれは血ですか。ん？あ、いえ、何でもありません。そうか。